はい、それでは本日もやっていきたいと思います。無吉の MJ ということで、明日ちょっと早起きしねばならないということで、無吉いつもですね8半ちゃんから12半ちゃんぐらいライブ配信で打ってますが、今回は若干だけ自重して打っていきたいと思います。現在上卓のまたはトーナメントなどで経験値トップ時だけ2倍になるというイベントを行ってますので、皆さんそちらの方に潜られている方も多いのではないでしょうか。ただ武吉今回全然ここまで2回ぐらいしか上卓打っておりません。大好きな割れ目卓も来ていて、経験値2倍イベントも来ている。どうしようか、かなり困惑しております。本日ライブ配信中に2半ちゃんから4半ちゃんぐらい打とうかと思っています。ちょっといつもより少なめですけどもね、しっかり楽しんでいければと思っております。さあ、開局はシャーチャゲームでのスタート。割れ目が上茶さん、ドラがイーソーとイーマンとなっています。もう雀刀固定であれば三蔵打ちでよかったと思いますが、イースッチ二度受けを若干心配している模様の武吉。親指入ってますが、割れてるのは、上茶さんということで、そして数層パーソーの枚数からいって、若干3層は3枚壁あたりで押していく展開で、なんとか押し切り、一発裏3、無筋は無筋ですが押して正解だった模様です。さあ、トンニ局なんちゃゲームです。ドラが三蔵ウーソーとなっています。さあ、ハイパイドラドラありますが、3統一でかなりメンツ手が遠そうな手牌です。ここはチートイツか、はたまたファンパイ仕掛けられればそんな感じでしょうか。あんまり親割れリーチに対して行きたくはないんですが、イーソー三蔵ローソー、ちょっとチュン統一落としもありかなとも思ったんですが、いかがでしょうか。さあ、二間リーチとなってさらに行きたくなくなりましたが、一応シャンテンエイジどちらの方が、6級ピンの方がなさそうでしょうかね。さあ、ここは割れ目の親の方がリーズもダブトン1万2000オールからの上がりとなっております。本当に割れ目タックはね、毎回言ってますけども、何点差が開いていても逆転できるという本当に面白いタックだと思います。ただ今回はね、S 賞を目指して、いつも一番右に入るんですが、ちょっと一番左のギャンブルタック、S 賞が目指せそうということで打っております。エイデンさんお疲れ様ですということで、ご視聴いただきありがとうございます。そしてプラベハンちゃん約2ヶ月トップがないですということで、なんということでしょう。今、エーデンさんは地獄モードということですね。武吉もね、地獄モード味わったことがあるんですが、何しても勝てないときって本当に何しても勝てないですよね。きっと打ち手の方次第では勝てるときもあるのかなと武吉自分に言い聞かすようにはしてるんですが、それでも辛いとき本当辛いと思います。ただその先にきっとエーデンさんの大爆発があると武吉も思ってますので、応援しております。あ、ブラドラが3つ、行きたいのは行きたいんですけどね、今さら地層9層が、地層はいいとして、9層がもう1回重なった場合だけはあれだと思うんですが、夢見ちゃダメって言われてそう。さあ、親の方もテンパってて、ここでワンツーあたり打つと
2万4000円になりますし、相当厳しいんですけどもね。まさかの数ピンあんこ引き。9ピンは、あ、ゲルさん、おふきちゃん高評価ということでありがとうございます。浮きしね、いきなりやらかそうとしているんですけども、なんとか放銃せず親番迎えれるか。武吉さあ、ここはなんとか流局で耐えることができております。一人転敗、今回ですね、いつもライブ配信中一番右のレートのギャンブルタク打つこと多いんですが、一番左が8ハンチャン打ったところで何やら S 賞が見えるかもしれないということで、本日ね、そして回数もあまり打てないということで、一番左のギャンブル卓レートが一番低いところですね、打たせていただいております。さあ、ドラがピンズなのに想像に染めていくあたり全然嬉しくありません。そしてヘッドレス、さあ現状7700点牌ですが、割れ目の方から直撃できると1万5400点になります。なんとかつも上がりとなっています。一応対面の方が割れていて、場合によっては飛んでしまうかもしれないなど、もろもろ条件がありましたが、これでかなり条件満たしやすくなったのではないでしょうか。さあ、トン3局3本場親番連チャンです。ドラが小さと白となっています。ちょっとドラが小さでなければパース落ちでも良かった気がするんですが、対面の方もいきなりのパースをロース落としで、若干想像の上は必要なさそうに見えてますので、ピン染めが濃厚なのでしょうか。ふとちゃんさん、あ、体調いかがですかということで、浮吉最近体調良くなってまいりました。ただ本日ですね、久々に元気になったからと調子に乗ってお酒を飲んだ結果、若干体がだる重となってしまっています。そしてふとちゃんさん、最強レベル4に昇格できましたということで、昇格おめでとうございます。武器ちゃん逆にね、最強レベル6に降格してしまいそうですので、ね、しっかり頑張りたいと思います。さあ、ここは対面の方が羽満を積もって一気に復活となっております。もうイーマン統一落としの時点でかなりね、染まっていそうでしたもんね。さあ、第1局シャーチャーゲームで割れているのが親の方です。ドラがローピンとパーピンとなっています。武吉 S 賞を取るためにはあと2ハンチャン、ちょっと連続でトップが欲しい、そんな局となっています。できれば武吉トップ取りたいんですが、そんなの毎局ね、トップ取れたら苦労しないですからね。連環選択、ただ親の方もだいぶ煮詰まってそうなので、いつ打ってもおかしくないと思ってますが、連環ミス、一応ウーソーだけ引いた時はサブロスを受け残してピンズ連ピン数ピン落としていこうかと思ったんですが、こういう時は後手に回って宝珠に回りそうです。最終手出しウーピン、かなり厳しいが行ってみます。本当割れ目たくはね、積もられるだけでかなり失点が増えますので、ある程度押しどころでは押さないといけない、そんな気がしています。ここは大したことない3900ですが、上がれただけで大きいのではないでしょうか。さあ、何に曲なんちゃゲームとなってます。ドラがイースーソーです。武吉最近あの経験値2倍イベントで皆さん打たれてると思うんですが、武吉今のところかれこれもう木曜日だと思うんですけどもね、週の折り返しにもかかわらずまだ2ハンチャンしか上卓打っておりません。きっと皆さんたくさん打たれてると思うんですけどもね、しかも武吉の大好きな割れ目卓をやっている最中に上卓、かなり苦渋の選択です。さあ、今回1列目60名終わって
てこの段階なのでかなり上がりが遠いと思ってますが、いかがでしょうか。ちょっと親の方に上がられてしまうと大きいですので、できれば対面の方に上がっていただいた方が着順が下がったとしてもオーラスは楽か、そんな感じがしています。ウッパーピン薄いが、親の方がソーズ本一転敗っぽいのでかなり厳しいです。武吉、武吉の読みは当たらないことで有名ではあるんですけどもね。さあ、ションパイトンすら打てない武吉、ちょっと親の肩が割れてなければ全然プッシュでいいような気がするんですが、イーソーラグもあったので2万4000とかにはならなさそうな気がしています。こういう時迷いますよね。対面の方に刺してもいいんじゃないかとかいろいろ思ってしまうんですが、ただ最低イーソーヘッドがあるので最低刺さった場合8000以上はありそう。つもぎりだったので当たらない。さあ対面の方はトンとイーソー待ち、イーソーは片方枯れてる状態だった模様です。上茶さんは小三元。さあ武吉、大事なオーラス回ってまいりました。ここでトップ取れればちょっと S 賞の影が見えてきますので頑張りたいと思います。さあオーラス一本場です。トップまでは1万5100点でトップ目の方割れてますので、武吉親番ということもありましてさほど気にせず打って良いのではないでしょうか。さあ9万はすでに4枚落ちです。ちょっとこの何チュンで迷って何が裏目どうなんでしょう。一応もう1ブロック足りてないということでリャンズを残したんですが、さあ武吉、白はいるのでしょうか。これ白もちもちだと相当上がりが遠のくと思うんですが、一応これでチート絵も見える形。ドラ3ピン9万、ちょっと白が泣けないパターンもあるかと思い換算ピン残したんですが、これがどう転ぶでしょうか。白引いてくる、後手に回った3ピンラグも厳しい。さあ対面の方も2フール入ってションパイなのでほぼテンパイっぽいです。換算ピンテンパイは取らない。さあ1ピンの果敢シンドラリャンゾーです。3ピンの果敢シンドラチューン、これはね、タラレバレなんですけどもね、チーソーポンしていたら E ピンと3ピンの缶入ってないのでリンシャンから掘り起こされることもなくて上がれてはいないんですけどもね。ただ結果ラスではなかったかもしれないという難しい展開です。あ、すみまさんこんばんは、ご視聴いただきありがとうございます。そして鬼ゴリスさんお疲れ様です、ファイトですということでありがとうございます。ゼルニさんこんばんは、ご視聴いただきありがとうございます。武吉は S 賞を目指して一番左のギャンブル卓打たせていただいてます。本日ちょっと明日も起きる時間早いということで見てください、残り4玉なかなか打数は打てないんですが、現状 243.5、 次デカトップを取ることができれば S 賞圏内まで来れるかもしれませんということで、今回は押し気味にデカトップ取れるよう頑張りたいと思います。そして皆さんね、最近あの上卓イベントなどでたくさんの方昇格のお知らせといいますかね、ツイートがたくさん飛び交っていますので、武吉も頑張らねばそう感じている今日この頃であります。ただ武吉の頑張り方といいますと降格しないようにね頑張るだけだと思いますので、残り4玉必死に玉を撫でたいと思います。国士、さあトン一曲親番スタートです。下茶さんが割れ目、ドラがヤンゾーとウーピンとなっています。
ちょっと豚髪親子食われ目とかに直撃できれば最高なんですけども、ここはちょっと思いとどまってピン染めの方を強く見てみています。ちょっと国士のね、一度上がれたら、上がり率が低くても上がれたらでかいということを考えると、そしてスコアもね、上がった場合にかなり出そうということで、かなり迷いましたが国士狙わず、さあ捨て牌に EQ マンがかなり並んでいます。さあ1列目終わってリャンシャンテン、そしてブーピンがドラにもかかわらず1枚も持っていないというかなり不安な展開。ここは下茶さんのダマ、ハネマンでしょうか。1万2000は2万4000点の上がりとなっております。本日も安定してブキチ花声でございますが、どうぞ、皆様お優しい目でご視聴いただければありがたく思います。あのブキチ年中無休で鼻炎持ちですのでね、いつもちょっとお聞き苦しい声で申し訳ないと思っております。さあトンニ局シャーチャーゲームです。親の方が割れてます。ドラが急走と嘘です。中層を切っておくというのはあると思うんですが、ペン3ピンにそこまで自信がないということでこのようにしてしまっています。ルニーさん、たまに見る麻雀配信はブキチさんともう一人だけになっちゃいましたということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。ブキチもあの結構最近ですね、いろんな方の MJ 配信されてる方のですね、チャンネル登録をさせていただいて結構たくさんの方見てるんですが、やっぱり MJ は結構夢があるなと思うことが多いです。本当に打ち方次第で打ち方も変わりますしね、日々麻雀の面白さをかみしめているところです。ブキチ2層重ねる可能性薄いですし、3層引いて D 層ギリリーチ、ちょっと対面の方割れてないということで比較的無筋も押していったんですが、ここで上がったのは対面の方、最低ハネマンからのマイマンチップ3枚オールとなっています。さあこれぞ割れ目宅というような展開で曲が進んでおります。トン3曲なんちゃゲームです。ドラがスーピンパーピンとなっています。さあブキチここ親割れなので注意はしたいんですが、勝負手になったら頑張りたい、そんな思いです。ここでファンパイが重なって一泣き残球とかでもありがたいかなとも思ってはいるんですが、ブキチの相撲はどうなりますでしょうか。 S 賞を取るためにはトップが最低条件、なんならデカトップを取らないと最低でも100ちょいは必要でしょうかね。さあ下茶さんがかなりピンズに比重が高そうな手牌なので、カンチーピン全然自信がありません。そしてリャンピン出てくる、ただここマンガン積もれたのはかなりラッキーです。ウーピン引いた場合はリーチ打ってもいいかなとかね、パーピン引いた場合はペイとパーピンのシャボ、逆にペイが入った場合はどうしようかなとかいろいろ考えていたんですけどもね、ここは仮点気味のカンチーピンで上がれてとても良かったです。さあ9局割れ目の親番です。ここ頑張りましょう。スコア出すためにはこの親番頑張りたいところです。ドラが小さいと3ピンとなっています。さあここまではかなり順調。ここで関連像なんて入りますとね、嬉しいですし、これでも嬉しい。1万8000点は3万6000点のイーシャン点。ただここから数順苦労するようでしたら、浮き地不安を覚えそうです。さあこれで3、サブロー層とチー層はポンテンに取れる形。
さあここはワンツーテンパイ入りましたが、面前で入ればね1万8000点になるところですが、割れ親ということもありまして、ワンツー上がれば2万4000点テンパイ取りましたが、下茶さんリーチ押しましょう。さあここを宝珠に回りますと相当トップすらが厳しくなりますが、武吉のラッキーツモ、ここは1万2000オールのチップ1枚オールとなっています。なかなか割れ目宅でやっぱりスコア出すためには最低10万点以上と、そしてチップもかなり稼がねばならないということで、本当にこの親番スコア出すためには大事な気がします。さあ南一極一本場親番連チャンで下茶さんが割れ目となってます。ドラが小僧とチュンです。かなり打点は今あるドラだけでも十分ですが、武吉のツモは一体どうなりますでしょうか。結構こういう手牌で統一手になった時がねかなり難しいという印象を受けますが、今のところスムーズにイーシャンテンです。ここでリャンピンが入った場合はイーピン打って赤ウソのくっつきまでも見たいか、そんな感じでしょうか。対面の方が早々や通風路のパーピン鳴いた時にチーソー打ってるので結構ピンズっぽいですが、染まってないけどピンズ待ち。ここ1本場ありますのでチップ1枚オールの上がりとなっています。さあ何2局親番なくなってますが割れ目です。ドラガペイと三蔵ハイパイがかなり厳しいですけども、割れ目なのでできることを精一杯やっていきたいと思います。武吉スコア出すためにはここ上がりたいところですが、手牌はかなり厳しめ。そして宝珠に回りますと一瞬でねラスまで見えてしまう割れ目なので難しいです。親の方の手も早そう。でもチューンは1泣きではなかったので意外と打点はあまりないのかもしれません。親の方がペイ打ってなかったら全然ペイ打てなかったんですけどね。さあソーズでしたら若干下の方が危ないでしょうか。ただトイトイ系になっててもおかしくない気もしますので、ここは打点なしの1500点となっています。武吉この時局大事。武吉が割れるとね行きたくないけど行きたくなっちゃいますし、全ては手配したいですが、武吉の手配はチートイリアンシャンテン、ドラがローソーとパーピンとなっています。最近なんとかレートが2200台と2300台を行き来していますが、少しずつでもねレートも回復していくことを願って頑張って打ちたいと思います。もはや三蔵残しといて急走パーソーと打っていくのもありのような気がしていますが、問答無用のリーチ、ここ親の方押しそうですね。押しそう。ちょっと対面の方割れてないのでワンチャン武吉も今のうちに押して対面の方に刺さってもよしとするのも良いかもしれません。逆に親の方に刺さると苦しいです。このパーピンでね親の方に刺さるとなんてこったなんですが、結構対面の方に刺さってもよしと押しましたが、ここは横移動でオラスを迎える形となっています。さあ武吉
S 賞まで行くにはかなりスコア打たねばならないんですが、武器種の手配はどうでしょうか。いや、国士出せたら最高だけど、この点数さ。しかも親割れ、全然国士狙いたくありません。さあ、オーラスでドラが老装チーソーとなっています。国士狙いたかったですけどもね。ワンチャン国士狙って上がることができればほぼ S 賞確定までいけるのではないかという淡い期待抱いてましたが、急に現実を乱しております。一体ドリーマー武器とは何なのでしょうか。トンが枯れている、絞る必要はないが、点差が37,800点、全然一撃でまくられる可能性があると思います。なんせドラが想図、今ここを打っている余裕はあるのでしょうか。ウッパーピンはフリテンメンツ、ただ一度カンパスを嫌っても想図が2面以上で伸びれば想図生かしていきたいと思います。あとはハツが下茶さんに打たれてから重なった牌なので、若干そこら辺も懸念が不安があります。これはスコア見ず下茶さんに打った方が良さそうなので、ピンズは全押ししましょう。しかしそんな余裕なく対面の方のつも上がり、あ、それは強い、ハネマンなら一撃です。ということで対局ありがとうございました。めっちゃ残念ながら今回 S 賞まではいけなかったんですが、果たして A 賞圏内まではいけたでしょうか。見ていきたいと思います。かの昔に割れ目宅で8連勝した時にね、S 賞まで、そして50位以内に入ることができたんですが、本当にこのギャンブル卓でトップ取る方はすごいなと武吉いつも思っております。そしてアシッドさんこんばんはということで、ご視聴いただきありがとうございます。さあ、なんとか A 賞圏内には入れましたでしょうか。本日はライブ配信中で2ハンチャン打ちまして、ここまで2着、あ、違うな、ラス2着となっております。ということで、だいたい規定打数打てましたので、今度は右のギャンブルタグ打ちたいと思います。研究戦たくさん当たりそう、楽しみです。ただ皆さん上卓とかね、トーナメントに潜られている方も多いかもしれません。さあ、本日は明日早起きなのでちょい割れしますということで、残り1半チャンか2半チャンでライブ配信終了とさせていただきたいと思います。ついつい武吉ライブ配信してますとたくさん打ってしまいますのでね、8ハンチャン予定でも12ハンチャン打ってみたり、延長営業が多い武吉ですが、今回は自重したいと思います。さあ、トン一局シャーチャーゲームです。ドラがイーマンチーピンで、なんとの手配、そして小粒さんこんばんちきわということで、ご視聴いただきありがとうございます。こういう手配上がりたいと思うんですが、ちょっといいピン引きそうでしたよね。イースッチの統一チーソーなし、ブキッちゃん小さそうないよ。数層引けばね、別に数層待ちで曲げていいと思うんですが、さあ、ブキチェ肩上がりと言いますのも、ウーソーローソー重ねても数ピン枯れてますのでね、あとは神茶さんが想図は使わないでしょうということで、掴んだ場合に若干手が止まっていただければというのと、ドラがたくさんということで曲げてきましたが、数層は対面の方のところにあんこだった模様です。最終形がやはり筋統一を信じて、イースーピンシャボになっていればつも上がりだったということでね、場合によっては役満まであったかもしれない。この手配かなり残念です。さあ、
トンニ曲なんちゃゲームです。ドラガーシャートチーソーとなっています。武吉今何を思ったか普通にチューンを感しそうになりました。そして対面の方が早い。12000チップ1枚横移動となっています。エイデンさんスースをアンコられてるということで、いずれにしても武吉の上がりほぼなかったですね先ほどね。で、春さんこんばんはということでご視聴いただきありがとうございます。さあ武吉トン3曲の親番で割れてるのが上茶さんとなっています。ドラガーペイとローピンです。統一が4組ありまして、メンツでも結構なところを引いてこないと難しそうです。でサドル返してさんこんばんはですということでご視聴いただきありがとうございます。本日ちょい割れということでね、この半チャンか次の半チャンでライブ配信最後とさせていただこうと予定しています。場合によっては延長営業してしまう可能性あると思いますけどもね。対面の方テンパイしててもおかしくなさそうです。椅子裾の所在がどうなんでしょうね。メンツテのも含めてみるとこうなっちゃうんですが、最終手出しがリャンゾー、あペンチャン払い、いずれにしても上茶さんはピンズが多い。あーツモ切っちゃう、ピンズ当たりそう。逆にこれラグがあって泣きが入らないとなりますと当たる可能性がかなり高くなっちゃいますよね。両面で当たる可能性が高いが、イースソが良いと見えてたんですが、ここでスーソ4枚見え、チートイツにずっと決め打ってウソあたり持つことができていればちょっとね上がりもあったんではないかという、かなり後悔してます。ちょっと下手でしたね。ぶつかった次第ではしっかり上がりをものにできている方が多そうです。ちょっと切り替えていきたいと思います。第1局のシャーチャーゲーム、ドラが3つに増え、スーソーパーピンなんとなってます。さあ武器の手配サンシャンテンと、これはチートイツでしょうかね、チートイツのサンシャンテン。ただツモ次第でメンツテもあると思いますのでギリギリまで見ていきたいですが、ちょっと小層3枚壁で9層ぐらいと思って打たせていただいたんですが、ちょっとドラパーピンなのでチーピンもねペンチャンなどで当たることもありますが、ここはスチッソーですかね。上茶さんのつも上がり、イーマンがまだいるとしたら大変ですが、一応4枚切れなので若干安心。8000は1万6000点チップ1枚折るとなってます。さあ武吉ここまでただ座ってるだけの展開ですが、オーラス大山でなんとか回ってくるよう頑張りたいと思います。何2曲なんちゃゲームです。ドラガーイーピンリャンピンとなってます。イーピンリャンピンがドラなので3ピンを打っておきたいんですが、ちょっと1列目終わって未だ三シャンテン両面埋まらずがかなり不安です。ちょっと先制リーチは打てないと思いますがいかがでしょうか。両走6球ピン、これね、チーソー先打ちしたのでローソーチーソー払ってしまうんだったら意味がないだろうということでこうしてみたんですが、
さあ果たして結果はどうなりますでしょうか。まあ、すでにチーソー裏目になってしまっているので上がり逃しの形ではあるんですが、ここはなんとか上がることができています。裏1なら満貫、8000は16000点、そして三元リーチにね勝てたのはかなりありがたいのではないでしょうか。さあオーラスでストップまでが22000点ということで、武吉特に親番ですし打点は気にせず打っていきたいと思います。満貫を相撲上がるか対面の方に直撃できればその時点でトップになれそうです。さあ対面の方はかなりピンズ比重が高そう。キューピン打ってしまいたい。これで対面の方の手が止まるもよし、押してきてチーソーを捉えれるもよしなんですが、押してますね。ピンズは厳しい。対面の方もテンパイだと思います。しかしなんとかチーソーは山に2枚いた模様です。ラッキーツモでトップとなっております。対局ありがとうございました。武吉かなりラッキーなトップじゃんってね言われてしまいそうなんですが、本当に返すお言葉がありません。ただ単に対面の方のね捨て牌にピンズが高く想像が安かったというのもあってのペンチ思想テンパイ取りではあったんですが、ラッキーなトップ取ることができています。レート60初めて武吉打ったんですがね、トップスタート、ごつぶさんナイスということでありがとうございます。そして鬼殺しさんナイス質問ですということでありがとうございます。てんちゃんかんちゃんで上がれるとねとてもありがたい気持ちになりますよね。ただ不思議なもので本当に三面ちゃんが山に1枚しかなくて、逆にペンちゃんかんちゃんが山に3枚あるとかね、そういうこともよくあると思いますので、しっかり上がれる範囲で待てるよう頑張りたいと思います。さあ予定ではこの半チャンで本日のライブ配信最後の半チャンとしたいと思います。本日の4半チャン目です。ドラがペイと急走となっています。場合によっては延長営業もあるかもしれません。さあハイパイピンズがん10枚、意外とこういう時ね本当にピンズ引けないこと多いですよね。それもそのはず、早い段階でかなりピンズの枚数があるのでね、そう感じるとは思うんですが、そして非常に泣きにくい形ということで、浮き茶は泣きなしにしてみてるんですが、果たしてどうなのでしょうか。チュンの方が初より後なので持たれてる可能性は低いでしょうか。レンホンチートイ、チュンの方がうまい。まあ、ローピンラグなので厳しい、これはメンツ手が厳しそうですね。小粒さん延長するかもしれませんフラグということで、自分でフラグ立てに行ってしまいましたのでね、それを回収することがないよう、もうちょっと早い順目に張ったらリーチもありだったか、いやリーチがありだった模様です。結果ハイパイでピンズが10枚あったんですが、上がった時もピンズが10枚ということで、ピンズを使ってる枚数はハイパイ時と変わらなかった模様です。ちょっと途中でハツとチュンの比較があったんですが、ハツを打たれてる方が2巡目でチュン打たれてるのが4巡目ということで、若干タチャさんの手に重なりにくいのは後で切られているチュンの方かということで、そちらを残してみて結果チュンで上がれてよかったと思います。どうなのこれ。
理想リャンゾーと打つ方も多そうですけどもね。ただこういう風に縦に重なってきた時に、そしてこのポンテンで本当は本一役役ドラさんで最低インパチになってたわけですのでね、そう考えるとピンズをおとなしく打ってしまうのも良かったかもしれません。小粒さんチーピンも山にいそうでしたがナイス選択ですということで、そうですよね、ちょっとあそこまでチュン引っ張ったならチュン待ちにせねばと思ってしまいましたね。ちょっとチーピン待ちにして上がれると嬉しいですよね。しっかり山にいる牌知ってるよっていうイメージがねつきそうですよね。浮地もそういう どやつもねしたいんですけどもね、ついついひよって自敗短期よくやってしまいます。さあトンニ局チャーチャーゲームです。親の肩割れてるのである程度注意して打っていきたいと思います。ドラが9ピンとトンとなっています。トイメンの肩が仕掛ける、リャンピンが共通安牌ですが、トンバック数層ポンでしっかりトン食い取っての上がりお見事です。さあトン三局なんちゃゲームです。割れ目が親の方となってます。トップ取るためにはここ押したい局面です。ドラがなんと言いそうとなってます。下茶さんが上がる分にはいいと思うんですが、押したくないが親の方が来たら押さねばならない、そんな感じでしょうか。さあこの手牌ちょっとチート追い付けを見なければ普通にペンチ椅子を残すところだと思うんですが、チートイシャンテン、いやー好きじゃないな。結局ペイ出た場合に仕掛けるのであればね、最初からパーピン統一落としとかもありかもしれないです。さあ何のアンカンシンドラー流派です。親の方のアンカンがドラ光り輝いてます。武吉も黄色い牌感したいですけどもね、これ打ったらすごいことになるかな。リスッチスッチーピン、そしてここは割れ目の方に18,000宝珠、Eピンスルーしてね、他の牌が出た時に仕掛けてというのも十分にありだったんですけどもね、結局積もられてしまうか下茶さんが放銃した時点で武吉2着で終了というのが確定している盤面なので押してしまったんですが、結果この結果です。さあトン三脚一本場です。かなりトップまでは遠のいてしまいました。5万点差、ただまだトン三脚なので場合によってでは目指せるかもしれないので、見れるところまで見ていきたいと思います。小さ打ちでよかったかな。ちょっと嘘を打つときに小さ打っておくとドラ受けとカンパスを受けと両方残せたかなという気がしています。パスソは2枚飛び、ただポン材がこの盤面大きそうですので、そして親の方がピン染めしてそうということもありこうしましたが、裏目一発そうってどうなの。さあ武吉にとってはちょっとラッキーな展開かもしれませんが、これでラスまで見えてきました。12,000は24,000、一本場で25,000点となっています。結構武吉の今の老僧なんですけども、盤面的に一発層かなり見えてるにもかかわらず、そして対面の方も明らかにねピンズに染めてそうな中、老僧が1枚も出てないということで、結構下茶さんに老僧が問いつかんこであってもおかしくないかなと思ったんですが、蓋を開けてみると0枚、
なかなか武吉の読みは当てにならない模様です。さあ内局の親番でドラが老僧と流派となってます。即離したい。これペーあんこになったところで一発走激薄ですからね。さあ、ああ一枚枯れの流派あたりだったらちょっと短期にも変えたかったところですが、ここは日記は5800点の上がりとなっています。結構普段でしたらね、カンチャンペンチャンテンパイでも親バレなら即リーなんですけどもね。そしてエデンさんダブらなかったということで、ダブリー打ちたかったですよね。後継ダブリー打てたらもうウホホーイだったんですけども、まあそこはやはりせやかて駆動ということで止められてしまいました。そしてドリームは武吉なのにトーン打ってっていいのか、後悔をしないのか。ここ一発でドラ打つってどうなんでしょうね。仕掛けてるドラを仕掛けてるのは下茶さん。これでかなり運送も打ちやすくなったということで、いや下茶さんが迷ってパーソー仕掛けてるので片方の薬杯バックでもおかしくないとは思うんですけど、流派持っていることができればここでテンパイ入れれていた。果たしてこの結末はどうなるのか。下茶さんのつま上がり、サブローピンはかなりね枚数がなかった模様です。この4巡目リーチで対面の方もしくは武器値が割れているとまた一発でパーソーも打てなかったと思うんですけどもね。さあ武器値またしてもダブれず、さあ武器値としては打点も欲しいラス目ではあるんですが、少しでも加点してねオーラスを迎えたい、そんな気持ちです。ちょっとメンツ手ある程度あると見るかないと見るかだと思うんですが、エーデンさんまたシャンテンということで、武吉ハイパイでシャンテンとかねダブリーチャンス2局連続受けてるにもかかわらず全然活かせてないという。つぶさんダブちゃん来ますねということで、ダブちゃん生かしたいんですけどもね、そこは武吉弱いということで、さあこんだけ深くなってくるとシャアは最低でもどこかに問い釣られていそう、ペイはかなり山にいそうですが、あ嘘は宝珠じゃなかった。そしてチュンが山にいることが確定、普通にシャア打ちたくないが、シャア引いてくるんだけやめてほしい。うん、これ皆さんならシャア受けですかね、どっちなんだろう。結果シャア受けでしたが、どちらでも積もってんのかい。この順目の地獄ならほぼ 100% 山かワンパイでしょうということでリーチかけたわけなんですが、結果先に上がれていたのはションパイの方だった模様です。これもうシャアミスった瞬間に武器値上がれないと思ったんですけどもね、かなりラッキーなつもに助けられております。さあオーラスですが、かなりビサのトップ目なので全然いつ逆転されてもおかしくないと思います。小粒さんナイスということでありがとうございます。かなり怪しい二択をミスって発狂しそうになりましたが、もう打点いらないのでトーン打っちゃいたいんですけどもね。なぜ三蔵残してシャア打った武吉、
勘が良い方だったら上がってるよ、ウキチ。リャンピンでも上がった。これ痛いな。こういうことやってるとね、ほんと宝珠に回ると思うんですけどもね。さあ、どうなりますでしょうか。下茶さんに打つとラスまであるか。ある。ハネマン打つとラス。すべては三蔵打ってシャアを持っていればというところ。さあ、イーマンの大民間シンドラチーピンです。こういう結構打った瞬間にチューン打たれること多いと思うのは武器だけでしょうか。チーその後にパーソー出てんだよな。その後にブキチッちゃんのチューンはかなり深かった模様です。残念、チーピンは下茶さんのあんことなっています。ということで対局ありがとうございました。ブキチ割れ目たくにもかかわらずかなり平和な対局が続いております。ここまでライブ配信中に冷凍20のところ含めて合計4ハンチャン打たせていただきました。一応ねこのハンチャンを最後予定でしたが、しっかりフラグ回収延長するかもしれませんということで延長していきたいと思います。なんともしょぼいですがプラス40台のトップ2回、とても割れ目たくとは思えません。さあ、本当に本当に最後だと思いたい5ハンチャン目打っていきたいと思います。本日ね4ハンチャンでやめますって言ったばっかりなんですけど、安定の当てにならなさ。ちょっとスコアを見る限り決して割れ目たくのようなスコアではないんですけどもね、ちょっと粘った結果と思いたいと思います。さあ、ブキチ割れ目たくらしい上がりを決めてしっかり気持ちよく寝たい、そんな気分です。さあ、5半チャン目頑張りたいと思います。黒太郎さん初見ですということでありがとうございます。ご視聴いただきましてありがとうございます。そして読み方がね間違っていましたら申し訳ありません。一応ね今4ハンチャン目でやめそうなところ、なんとか5ハンチャン目に続けてよかったと思います。さあ、とにかく親番スタートです。下茶さんが割れ目、ドラガーリャンピンとチーピンとなっています。小粒さん本日はお疲れですかということで、実は武吉日中ですね、本日犬のドッグランに連れて行きまして、若干昼から熱中症気味で寝込んでおりました。しかし今は比較的ね元気だと思いますので、ちょっと声のトーンなどが低ければ申し訳ありません。そして黒太郎さん、たまにこっそり見てますということでありがとうございます。結構打牌ミスの多い私ですので、なんでそこでそう打つの下手だねとかね、いろいろご意見あると思いますのでね、お気軽に、コメントいただければ嬉しく思います。さあ、対面の方がパッツモカンローピンからの3倍マンチップ6枚オールとなっております。これぞ割れ目たくです。しっかり言いそうはね対面の方止まってましたしね、お強い。さあ、トン2局シャージャーゲームです。割れ目が親の方、ドラガートンとチーピンとなっています。3倍マンはまだいいと思うんですけどもね、ちょっとチップ6枚オールが激アツですよね。さあ、武吉もツモ次第で激アツで狙えるか。あ、小粒さん、ドッグランお疲れ様でした。北海道もかなり暑いんですねということでありがとうございます。北海道はですね現在30度超えの日が結構続いておりまして、変に老僧を持つからさ、こういうことやるとねもったいないですよね。長引いた場合にねちょっと本一周を少しでも消せたらとかいろいろ考えたわけなんですが、結果失敗してます。
さあ何持っていればここでテンパイは取れてましたが、6層9層はどうなんでしょう。3ピンが3枚見え、ちょっと親割れリーチに全然押したくないんですが押してます。あ、そしてエージェンさん、今のは自分リーチ打たないかもしれないですねということで、ある程度打点もありましたらなかなか打たない方も多そうですよね。さあ6球ピン薄くなってテンパる、これはかなり意味がないぞ。武吉小粒さん、これは想像厳しいですねということで、ちょっとね全て勝負いくには難しいところでしたので、せめてサブロック決勝あたりでとどめたいところだったんですが、一応リーチ後に嘘も出たということでパーソンもね押させていただいてます。そして黒太郎さん、そして上卓でボコボコにされてますということで、今イベント中なのでもうお強い方がたくさん上卓にいらっしゃいますもんね。武吉はちなみにこんなにイベント中にもかかわらずまだ上卓2回しか潜れておりません。そして2回潜って2回玉戦で2回トップラスというね、ある意味華麗なスコアを披露してしまっております。さあ下茶さんの捨て牌がかなり国士っぽいんですが、いやー嘘打つか、ちょっと数層に飛びということでテンパイ取らないならカンロウソウソクリームありだと思うんですけどもね。さあ武吉、うう寒い4枚目の数層引き、しかし残念。セフトちゃんさん、連勝すると止められないですよねということで、なんかあの上卓どうしようもない時ってありますよね。あの座ってるだけで上卓にもかかわらず座ってるだけで球マイナスになっていくというかね。ただ逆を言えば自分がずっとプラスを打てる場合もねあると思いますので、上卓イベント中に上振れが来ると本当に最高だと思うんですが、それはさすがに天のみぞ知るということで難しいなと日々感じております。きっと本当にお強い方はね、どんな環境でもスコア打てたり、着順も安定してらっしゃるんだろうなとしみじみ思う武吉であります。デフトちゃんさん、ナイスハネマンということでありがとうございます。4枚目の9ピンでね上がれるとは武吉も思いませんでした。さあトンさん、曲一本場ですが親の方の捨て牌が怖いです。チーソーラグということは国士ではない。であれば先にローソー処理しましょう。ローピン4枚飛びなんですがチーピンが1枚も見えておりません。全然行きたくないですけど行きましょう。ションパイのシャーギリリーチ、対面の方はまだ張ってないかなと思うんですがどうでしょうか。もしかしたら対面の方チースをもう1枚お持ちだったのかもしれません。そして浦さん、これはラッキーな8000は1万6000点チップ5枚となってます。小津さん引っ掛けあるよということで、引っ掛けありそうでしたもんね今ね。なんか下茶さんの捨て牌も結構読めなかったですよね。ローピンつもぎり、こう最終手出しウーピン切りリーチでその前に自敗切ってるということで、確かにリャン関係で最後まで持ってる可能性、135とかで持ってる可能性もありますし、チートイ系もあり得たのかなという気がします。さあ何曲親番です。割れているのが下茶さん、ドラが2ピンチーピンとなってます。こ
呼吸装置選択は果たして正解なのでしょうか。チートに固定するなら今イーシャン天に取れていた模様。3ピンラグでかなり2ピンが孤立しています。逆に2ピン重なれば結構な可能性でチートイツ以外テンパイが難しくなりそうですが、打ってみましょう。引いてくるラス2ピン、ラグがあるのできっとねラスハイだとは思うんですが、3ピンも4枚、2ピンも4枚、これ打って、いやー、ソーズがどこも打てないです。下茶さんはウソをつもぎり。小粒さん、チート用の自敗かモルヒかなと思いました。ということで、しっかりね、捨て牌から読める方、本当強いと思います。武器者の結構ね、気取って、これはきっとこうだと思いますとか言わせていただくこと多いんですが、結構当たらなくてね、よく赤っ恥を書くことが多いです。よく自分で武器の読みなんてこんなもんですって言わせていただいてると思うんですけども、ただのね、恥ずかしいのを隠してるだけということで、後で自分の配信見たときに結構恥ずかしいやつだなーってね、思ったりもしています。ちょっとそこら辺は内緒にしといてください。さあ、何2曲です。親番ないんですが、ドラがローピンダブドラとなってます。対面の方がピンズ染めて一直線っぽいです。6決勝待ちは良さげなんですが、ここは目いっぱいピンズ受けて正解かもしれません。ウーピンがドラ表を含めてかなり薄めということで、しかし上がれなきゃ意味がないぞ武器士。下茶さんからしたら大三元もあるように見える、三蔵をしている。6決勝ください。嘘でしょ、嘘でしょ。ここは1万6000は3万2000点に報酬となっております。小粒さん、なので読みを信じてああいうリーチ、私はほぼ全図ですということで、なんかその押し引き大事ですよね。もうこれはほぼこうだろうと自分を信じて打つことかなり大事な気がします。そしてエイデンさん、ええんやでということで、ちょっと内緒にしといてください。せやかて駆動小三元振っちゃいました。あそこ勘チープに引いたけど小三元振ってくスタイル。さあオーラスの条件考えましょう。2着浮上は下茶さんに8000直撃で2着ですね。ツモならハネマンツモで2着いけるのか、チンニューいけないな。いずれにしても直撃が一番手っ取り早そうです。トップまでは3倍直してもトップいかないので、ある程度2着見ていきたいと思います。ちょっと自分でフラグ回収仕掛けましたよね、さっきね。あ、仕掛けたじゃない、回収したのか。自分で白統一なのでとか言って、タチャさんには大三元が見えてると思いますとか言った結果、ほんまに大三元かい、いや小三元かいということで、小粒さん絵文字、エーデンさんえぐい、黒太郎さんキッズということで、ちょっと残念すぎましたよね。ハネマン止めないのか染めるのかなんですが、マンガン OK。 4巡目からずっとつもぎりなので、いつ打ってもスッチーピンはダメだった模様です。ということで対局ありがとうございました。ちょっとね、結果論ではあるんですけども、ダメか、6キュストリーチ、歴史的には6キュストリーチ鉄だと思ったんですけどもね、やはりそこは哀れみたく、そしてサンマ4枚目の白でね、小三元の倍満に補充、結構痛かったです。ただこれも含めてね、逆の場合も自分もあると思いますので、逆にタチャさんの三面ちゃんとかを自分のカンペンちゃんで一発ずつもする場面もあると思いますしね。
本当にここが麻雀の面白みだと思いますので、ここはしょげず次につなげたいと思います。そして小粒さん、武吉さんのアーカイブ結構拝見して参考にしてますよということで、そう言っていただきとても光栄です。ありがとうございます。武吉もね、結構自分で見て恥ずかしいなと思うことも多いんですが、あの時こう打てばよかったなと思うこともよくあります。そういう意味ではね、自分のためにもアーカイブ見ることができる、そしていろんな方のご意見聞きながら打つことができるというのは本当にありがたいことだなと思っております。皆様ありがとうございます。そして小粒さん、そのステハイでは、このステハイでは読めませんということで、ちょっとトーン泣かせてしまったのが最後というかね、もうテンパイ入っているのが最後、そんな感じでしたでしょうかね。さあ武吉、ご飯チャンネルで終了予定でしたが、知らず知らずボタンを押している。そして小粒さん、気づいていただきありがとうございます。延長フラグ回収、本日2度目ということで、あと4回とか続かないことをね、願いたいと思います。まあ、下茶さんもテンパイだとして、想像だとね、やっぱりローソー打ってから手出しリャンゾーなので、イースッソあたりの方がね、危なそうに見えるんですが、意外とシャンテン維持をせず、スーソー引いた場面でウーソー打つとかいう柔軟な打ち方もね、ありだったかなと思い迷いましたが、3ピンカン、やめて、武吉割れてる。下茶さんに刺したい、下茶さんに刺したいぞ。ウーソー通ってすぐピンズ、スーピン、ランピン飛んで刺さってもいいんだけど、割れてるのにこんな刺したいと思うことそうそうないんですけどね。はい、間に合わない。そして大塚さん、こんばんは、ご視聴いただきありがとうございます。そして武吉宅優勝おめでとうございます。お強かったです。これ急走どっちにも当たりそうで嫌だな。下茶さんに当たる分はいいんですけどね。そしてエデンさん、次行ってるということで、なんか勝手にボタンを刺さるんですよね。武吉病気ですかねこれ。さあ下茶さんは2チーピン振り点、しっかり回し打っての上がりだった模様です。しかも2チーピン上茶さんに当たり牌だったということで、素晴らしい打ち回しですね。当たり牌止めて上がりきるという、これは上茶さんにとってはかなり痛そうな展開です。そしてもち太郎ですということで、前回武吉宅優勝のもち太郎さん、本当にお強かったですよね。トップ率が高すぎましたね、本当ね。そしてで黒太郎さん、ギャンタクはやめられないものということで、武吉ギャンタク大好きですのでね、どんなに負けてもついついまた打っちゃうんですけど、今回はね、本当に無心で勝手に次のボタンを押してましたね。そして小粒さん、お刺さる北海道弁ということで、あ、お刺さるってもしかして北海道弁なんですね。他の国じゃないわ、他のところでは言わないんですね、お刺さると。武吉結構お刺さる使うんですけどもね。あれ武吉ちゃん、なんかよく見たら1打目にウーピン打ってるじゃないですか。国士見ないとか言って国士見てくシステムあるのか。小三元の逆襲、ただチューンは残り1枚、イーソー短期でいいと思うんですけど、イーソー短期にしておきますとね、リャンゾーあたり引いた時に待ち選択がね、イースッチーかリャンウッパッソーに両方受け替えできるということで、選択の幅が広がりますのでね、ありだったような気がします。大塚さん、これでラストですかということで、先ほどからですね、4半チャン目からこれでラスト、これでラストと言い続けて、早6半チャン目を打たせていただいてます。ちょっとこのままですと8半チャン目まで打ちそうな気がしています。
じゃあルイさんこんばんは、ご視聴いただきありがとうございます。さあ、1曲なんちゃゲームです。ドラガー三蔵とチーピンとなっています。割れているのは下茶さん、チートイシャンテン。いずれにしても三蔵は統一で使いたいので嘘を打ってみます。こうなると3ピンを早々打ちたいんですが、どうなんだろうな。リャンゾー残されて最終の手出しがリャンゾーになる方とかね、三蔵になる方もいらっしゃるかもしれないですよね。ペイの方先入ればダブナンペイドラだけで8000点になりますのでね。さあ、何で曲親番です。割れているのは上茶さん、ドラがいいピンとパーソーとなっています。リャンカン維持、結構こういう一通武器テンパイしたらリーチ打っちゃうんですけども、サンマ独特だとは思うんですけどもね。目いっぱいに受けるなら2ピン残してのところ、ロスをつも切って嘘か違うところ引いたらピンズを処理していこうかと思ったんですが、そしてね、エイデンさんと大塚さん、持ち太郎さんとプライベートタグを出せていただいたとき、本当にね、武器はただただラッキーな展開だったんですが、本当に紙一重だなといつも配布もしくはね配信を見直してみて思っている武器であります。武器のね、プライベートタグ打っていただくだけで武器はとても光栄ですのでね、皆様いつもお付き合いいただいている方々ありがとうございます。そして小粒さん、私自身内地に出て気づいたのですが、結構北海道弁通じますよということで、ということはそんなに意識して直さなくて大丈夫なんでしょうかね。あの武器中結構あの人気 YouTuber で格闘家の朝倉未来さんのチャンネルとかもよく見るんですけども、もともと愛知で過ごされてた育ったということで、結構方言があるんだけど東京に出てきてからはそれを直したんだよねっていうのをちょっとね見たことあるんですけども、ということは北海道人も例えば青森の方とかもね、あの都会に進出したらやはり方言を直してるのかなとふと思ったことがあるんですが、意外とものによるとは思うんですけどもね、しっかり通じるということで、武器も自信持っていきたいと思います。北海道弁。そして大塚さん、最近何もないところで頭の中でアベマリアが聞こえますということで、それあのちょっと言い方悪いかもしれないですけど、武器と同じ病気ですね。あの願望も含まさってのアベマリアなんですよね。アベマリアの曲を流したい、凱旋で流したいというのもあると思いますし、流れた時に嬉しいというのもありますしね。そしてグッチーさん、ご視聴いただきありがとうございます。こんばんはということで、そして小粒さん、津軽弁は通じませんということで、津軽弁ってどこですかね。津軽弁ってどこだろう。よくね、博多弁とか大阪弁とか言いますよね。武器ちゃんのかなり小さい頃に修学旅行か誰かで何かで武器ちゃんの知人がですね、大阪に行った時に大阪のギャルにですね、なんかあの大阪弁でな逆難をされたって言って大変喜んでたんですが、本当に自分に親しみのない言語でね話しかけられると人間弱いんだなと本当つくづく思う今日この頃であります。大塚さん、わらわらからの
そしてベアトリックスさん、こんばんは。ご視聴いただきありがとうございます。玉戦7連敗割れ目やっと連数ということ。割れ目宅で負け出したら本当に勝てないですよね。なんかうまく打ったらどうこうとか関係ない時が多いですもんね。座ってるだけで展望なくなるシステム、本当に割れ目宅恐ろしいと思います。武吉3品持ってればここでテンパイ組めてました。どこまでロースを引っ張るのかが問題です。リャンピンを下げ、リャンピンがどこかに統一だと終わりますが、ラッキーいつもとなってます。武吉もつい先日まで玉戦9連敗というのがありましたのでね、昇格まで残り何個って喜んでたら降格まで残り何個まで考えさせれる展開になるとは思いもしませんでした。そしてエイデンさんも初当たるということで、上田さんにの仕掛けに対してね、初一応絞った展開ではあったんですが、まさか当たるとはということで、武吉ももちろん手なりで初打っていくつもりでしたのでね、先ほど危なかったと思います。しかも本一ルイさん、ラグが入ってウーソー入ったからやる気になったのにねということで、そうなんです。ウーソー、カンウーソーないじゃん、スーソーローソーも払っちゃおうかなとかね、いろんなこと考えてたんですが、あ、ウーソー引いてくる、これはやる気になる、シャンテン数も進むしということで、天と地の差だと思ってたんですが、世の中甘くなかったです。エイデンさん、リャンピン山に統一でしたねということで、リャンピン山に統一で、タチャに統一ならぬ山に統一でよかったです。何かの間違いで下茶さんのところにリャンピン統一だったらどうしようとか思ってたんですけどもね。しかも1回3ピンチートイシャンって維持するために3ピン打ってしまってね、イースーピン受け嫌った結果の若干上がり逃しとも取れる手配進行でしたのでね、不安を覚えたんですが、なんとか上がれてよかったからの上田さんの速攻万願つま上がり。さあ、トップまでの点差が 24,500 点ということで、下茶さんにハネマン直撃してもギリギリまくれません。リーチ棒が1本出てハネマン直撃なら逆転条件、しっかり考えていきたいと思います。ちなみに武吉降格まで残り4玉です。最近玉戦ほんと勝てないですね。勝率も一時200戦で一応6割ちょっとぐらいあったと思うんですけども、最近6割なんて滅相もないということで、52% とかそれくらいしかないんじゃないでしょうかね。ちなみに9連敗している間の玉戦勝率は10% とか 20% とかそれくらいでしたね。結局こうするんだったらどうして9ピン打ったのって言われちゃいそうなんですが、上茶さんピン図かなり使ってなさそうというのと、ちょっと貫老層はいずれにしてもというところで、下茶さんから出たとしても上がると決めてのリーチを打ってのラッキーパッツもありがとうございます。ふとちゃんさん、ついつい次の対局を続けてしまいますよねということで、かれこれ予定の4ハンチャンを大幅に通り過ぎての7ハンチャン目を打たせていただいています。しかしパッツもラッキーって言った後に裏1ハネマン2角上がりしてしまいました。申し訳ありません。ただチップ分でかなりプラスなのでお許しください。ちょっとね、ハネマン積もった場合のこと全然考えてなかったんですけど、ちょっとそこら辺至らないところで本当申し訳ないです。さあ、次で8ハンチャン目になりますので打っていきたいと思います。エイデンさんもこれは強いということで、パッツも強いからの強すぎて2着になってしまった。大塚さん、うお、すごい、スーピンパッツもすごい、イーマンでの出上がりぐらいしか期待できないと思ってる中のね、スーピンパッツもからの足りなかったですね。24,500 点差で親割れ、15,000 点と4号で19,500 点。ギリギリ足らない。ちょっと武吉しっかり計算しとけばよかったです。
直撃条件しか計算していなかったです。で、小鶴さん、これは強いですねということで、なんとか良い感じだったんですけどもね、残念ながら2着終了となってます。黒太郎さん、ガンガン打ちますねということで、ガンガン打ちましょう。もう開き直りましょう。明日早起き知りません。頑張ろう。こういう調子こえたこと言ってるとね、本当に8半ちゃんとか打っちゃうので、9半ちゃんか。大塚さん、1万きついと思ってたからびっくりということで、なんか唯一上がり目があるとしたら武吉は浅いか深いかの1万だけかなと思ってたんですけどもね。ちょっと待て、ちょっと待て、待て待て、チューンはないな、チューンはない。そして小粒さん、これ夢あるよということで、そしてエイデンさん、ドリームということで、武吉ドリーム、濃い武吉ドリーム、白ない、チューンない、いいんだいいんだ、トーンを重ねればいいんだ。まずトーン引こう。いずれにしてもイーマンも白も安牌、トンが出たらちょっと悲しみ。そしてルイさん、一発終わりあるよということで、一発終わりあるんですが、トンがこんだけ引けないっていうことは、よほど深いのか下茶さんのところにあるか。むむ、さすがにこれテンパイした時にはサンフーロしてしまうと捨て牌もありますしね。いや、ツーフーロだとしてもトン普通は出なさそうですが、これ関してリンシャンからトン引っ張ってくる説あるんですけど、なんとかね、これちょっと関してたらどうだったのか気になりますね。しかもいたやん、トンも何もおった。そして黒太郎さん、こっちは流れが悪いのに上卓やめられないということで、上卓やっぱり数打ってあれですもんね、経験値をプラスにしていくしかないですもんね。武吉もあの前々回の上卓イベントの時、トータル本当に平均着順 2.0 ぐらいしか出せなかったんですけども、ただトップ陣2倍ということもありましてね、トップさえ取れれば、数さえ打てればかなり増える可能性があるということで、ひたすら打ち続けた、そんな思い出があります。ルイ14世さん、シャア出してるじゃんということで、つまり何でも引いた牌が何だったとしてもきっと出てたと思ってしまいますよね。ちょっとあれ、シャア関してトンカー何匹ありえましたけど、その場合結局武吉がリャンズを掴んで宝珠という未来だったと思われます。こっちの方がどう考えてもいいよね、いいよね。でも意外と想像の上の方が使いにくそう。はい、辛いよ、行こう。対面の方は想像待ち、対面の方は想像待ち、暗示かけましょう。黒田さんも狙ってくということで、小数詞結構狙ったんですがダメでした。そしてパースワンコだったので受け方自体は失敗ではなかったかなと思います。小粒さん強いということで、マジ強かったんですけどもね、やはり世の中そんなに甘くなかったです。さあ、トン三局なんちゃゲームです。ドラがローソーとイーマンとなっています。割れてるのが親の方です。大塚さん、急走同じですということで、一応宣言牌急走だったのでね、かなりパーソー統一ヘッドだったり、もしくはあんこで持たれててもおかしくないということで、若干ソーズ上の方が良さそうには見えたんですが、パーソーに信頼がない中、急走も残り1枚ぐらいしかいなかったと思いますのでね、やはり余計なことせず多面ちゃんを優先してしまいました。イピンポンはあったのか、いや、武吉は結構この形からポン
しない派なんですが、意外としといた方が良かったということもね、よくあるような気がします。さあ、対面の方の仮点算数総待ちをしっかり積も上がり3000オールとなっています。さあ、トンさん曲1本バナンチャゲームです。ドラがシャート1ピンとなっています。武器士の手配かなりシャンテン数遅いですので、ただ割れ目ということもありまして、ある程度絞りながらもしっかり上がりに向かっていきたいと思います。自分が割れてますとね、本当に積もられるだけでかなり得点が、失点がかさみますので、これワンツー確認するのはちょっと悲しい。下茶さんにシャー打って泣かれた後にリーピンでローンと言われるのが一番嫌だなとも思っていたんですけどもね、意外とピンズ待ち、どんだけ、ちょっと全然武器種の考えてる配置と違いました。ソーズ1枚も引いてないという。さあ、トン3局2本場です。武器値が割れ目となっています。ドラがウーソーとローピンです。レアンドショーさん、おつにーということでご視聴いただきありがとうございます。最近最強レベル7から降格寸前の武器値であります。最近結構武器値の周りでも玉戦勝てなくて上卓でなんとか水槽集めしてるよとおっしゃる方も多かったり、逆にじゃんじゃんね昇格されてる方もいらっしゃると思いますので、本当に武器士としては羨ましい気持ちでいっぱいで見ております。武器士も昇格したいなのに、上卓まだ木曜日にして2回しか打ってないという。大塚さん、すごいびっくりしたねということで、全然な本当に武器士の考えてる配置と違いすぎてショック受けましたね。レイさん、ドラ泣かせて他の人に振ってもらうシステムということで、結構玉戦の時とかね、武器値悪いやつでやってしまうことあるんですけどもね、玉戦でドラ泣かせといて、あ、武器値割れてないからこういう場合は泣かれても OK と思ってね、玉戦相手の方に振っていただくとありがたいとか、いろんなパターンありますよね。ただそういう悪いことをたくさんしてるせいか、玉戦9連敗武器値あったということでね、もちろん実力がない面もあるとは思うんですが、あれちょっとパワーピンラグ、一瞬フリーズ、対面の方2ピン押してますよね。そしてレイ&ショーさん、俺なんか上がれそうで上がれないということで、残り2個とか3個とかでね、行き来すること結構ありますよね。武器なんか残り1個になってから2連敗、残り1個になってから3連敗とかね、結構ありますのでね。さあ、武器もったいつけての配定つも嬉しいです。12000は24000点、チップ2枚オールとなっています。かなりラッキーな配定つも、本当に数値ピンほとんどいないんじゃないかと思ってしまったんですが、残り2枚山にいた模様です。さあ、南極の親番です。割れ目が対面の方、ドラが9万とパーソーとなっています。ちょっと官労層が入るとべき地一気にやる気満々になるところなんですが、6級ピン入った場合は一度闇にしたいかな。闇、黒太郎さん、配定ツモナイスということでありがとうございます。本当に本日結構ね、随所にラッキーツモに救われている感が否めませんが、こういう時はしっかりね、逆の場合も訪れると思いますので、いろいろとあやかっておきたいと思います。はい、関数層払って関数層、そんなことある？つまりスムーズなツモではない。さあ、浮き地フリテンダーツ残していましたが、
これは勝ちたい。ダマにしておけば下茶さんからね上がれる可能性は上がると思うんですが、結果打ってく。そしてリャンゾー対面の方に当たりだったので、途中まではねいい手順だったのかもしれないんですが、しかも闇でも一緒だった感が否りません。これは残念。さあ何曲シャーチャーゲームです。割れてます。ドラがスーピンウーピンとなっています。エイデンさん、今気づいたのですがレートめっちゃ戻ってきてますねということで、ありがとうございます。ウキチ玉戦勝てないんですが、なんとかレートだけは戻ってきております。本当玉戦が地獄なんですけどもね。ちょっと下茶さんの捨て牌的にペンチ思想も悪くないかということで、逆にイースッチ二度受けの方が不安かなというところで急須を残してみてます。ペンチ思想入る、結構手順的には急須を打っちゃいそうなところなんですけどもね。ドヒッカケの可能性が結構薄めで、急須の使ってのカンパーソーとかなさそうですのでね。もちろんシャボはありえますが打ってみてます。リャンソー薄いですね。戸塚さん、いいハイパイってこと、いいハイパイなんですが若干ツモがよろしくない。武吉リーチ打ちたい。馬強最高。スースを4枚。ダマにしとけばね下茶さんからもほぼ確実に出そうなリアンウスなので、ダマ選択もあるんですが、もう馬強良すぎ。トップ目なので親場もないからダマでしょう言われてしまいそうです。もう降りてる打牌ではないので上がれそう。ルイさん、チーソーツもいいねということで、急走を頑張って残して馬強的に良さそうなチーソーを引けたっていうのが良かったですよね。ただちょっと対面の方のリーチ受けてから全然テンパイまで時間かかってましたのでね、かなり不安を覚えた内容でしたが、なんとか上がれてよかったと思います。ポンしたい。こう両面の部分なのでよしにしましょう。一応これでカンパーピンも残る形ではあるんですが、下茶さんが国士に狙うとチュン出ない。 OK、 いずれにしてもリーチ打っても対面の親の方止まらないのでどうなんでしょう。小粒さん、下茶さん打牌が強いですねということで、3ピンなどもかなり強かったですもんね。点差が2万5000点。ここパーソーを手出ししちゃうと6ケースを目立つんですが、武器の捨て牌そういう問題じゃない捨て牌ですね。あのトップ目何しとんねんって思われていそうです。武器の老僧はどちらへ。急走はね下茶さんがワンチャンあんことかでもおかしくないかなと思ったんですが、なんとか上がりきることができています。今回かなり手牌と妻に恵まれている感じがします。そしてその前の曲のローピンも強かったですということで、どの局面だ。ごめんなさい武吉、しっかり思い出せず申し訳ありません。結構ねギャンブル卓バチバチ打ち合うこともしばしばありますのでね。さあ武吉8ハンチャン打ち終えまして、このレート60は6ハンチャンなんですけども、レート20の方をね2ハンチャン打ってますので合計8ハンチャン打っております。8ハンチャンでやめよう、やめようやめよう。手が勝手に動いたなんて皆さんにはねわからない話と思いましょう。大塚さん、トップおめでとうということでありがとうございます。小粒さんのねローピン武器ちゃんと把握してなくて申し訳ありません。後ほど見てみたいと思います。
下茶さんの打牌が強かったローピン、小粒さんおめでとうございます。そしてエージェンさんもナイストップということで、お二方ありがとうございます。歴史の4ハンチャンちょい割れとは一体何だったのか。残り2ハンチャン打ってレート60の規定打数となりますので打っていきたいと思います。ちなみに明日の朝は5時起きです。頑張ります。さあ、トン一曲シャーチャーゲームでスタート。ドラが3増と9増となっています。エーデンさんまだやるんかいということで、ちょっとなんか残り2半チャン、あ、キリ悪いじゃんって急に思ってしまいました。武吉です。こういうことやってるからね、寝れなくなっちゃうんですよね。どうなんでしたろう、これは。数層選択どうなんでしょう。普通は目立たないように言いそうだと思うんですが、ちょっと親利きた場合にイースッチ引いた場、あ、数層チーソー引いた場合にイースソーとね、現物とスライドできるかなと思って先数層打ったんですが、賛否両論ありそうです。さあ、武吉場に高いピンズ待ち、全然上がれる気していません。ふとちゃんさん、ナイストップお疲れ様でしたって、まだ続くんですねということで申し訳ありません。武吉の言ってることはなんと当てにならないのか。そして小粒さん、武吉さん、ふとちゃんさんのツイッターこっそりフォローしましたということでありがとうございます。いいピン感見えない、やめて、見てない、数ピン引けばよし。出るわけないよね、いいピン感で数ピンね。パーピンもあるワンチャン強いよ。そしてシーナさん、こんばんは、ご視聴いただきましてありがとうございます。ね、大塚さんもこんばんはということでありがとうございます。さあ、トン2曲なんちゃゲームです。ドラガートンと3層となってます。ハイパイでドラ統一とても嬉しいんですが、泣くまで時間が大変かかりそう。関数ピンの受け入れも考えると残してしまう武吉、数層残しはドラ受けなんですが、と言いましてもお前メンツかなり足りてるけど、ウーソーにラグがあったのが気になります。ウーソーラグあったけども、対面の方は4巡目白打って結構手出し入ってるのでチューンは持っていなさそうです。サブキチシャンテン、パーピン1枚落ち、さあ対面の方はリアンウッピン待ちとなっています。さあ、ここまで小上がりが2回じゃないな、流局と小上がりで点数移動はあまりないままブキチの矢番を迎えております。さあ、ブキチの矢番ドラがリアンゾーリアンピンです。で割れてるのは上茶さんとなっています。さあ、ここまで見どころがない対局ではあるんですが、この割れ目たく一瞬の気の緩みで一瞬で消し飛びますので精一杯頑張りたいと思います。あの割れ目たくで結構手が入ってる時に上がりきらないと勝ちきらないと後々来たリバウンドにえらいダメージを受けてしまうことよくありますのでね。パスラグ6決走は非常に打ちにくいですが、対面の方は割れてないのでもう関係ないと思って突っ込むもよしだと思うんですけどもね。パスを打った時になんかラグあったような気もしないでもないんですが、果たしてどうなのでしょうか。さあ、カンチャン待ちなのか、変速待ち、なるほど、ウーピンアンコのスーチーピンローピン、結果放銃となってしまってます。あそこら辺押すなら急走押しないよとね言われてしまいそうですよね。さあ、何曲シャーチャーゲームです。割れ目が上茶さん、ドラガーパーソーとスーピンとなっています。
さあ目立たない、メンホンチート行きたいけど、ちょっと比較的泣きやすいかなと思ったんですが、赤ウソつもぎりは目立ってしまう。でクラトロさん、黒太郎さん、やっとトップ取れたので上卓やめます、疲れたということで、上卓お疲れ様です。武吉もこの1週間のどこかで上卓打たねばとは思ってるんですけどもね、なかなか手を出せずにいます。ただね、1回トップ取れるとそこから連勝という可能性もありえますのでね、武吉も応援しております。応援する前に武吉もやれよっていう話なんですけどもね。一瞬の静止と瞬きが武吉のパーソーを止めようとしていたが、武吉は止めきれないのであった。ルイさん、あんこ筋の急走はなかなか打てんよということで、そうですね、なんか宣言牌小さそうでなければまた別だったと思うんですけどもね、全然シャバで当たる可能性もあるかなと思っていて、でも自分でも言ってましたけども、そもそも対面の方割れてない状況の武吉の野蛮だったので、もう関係なしに押していくのもねありだったのかなと若干反省しております。セクロタラさん、人それぞれですからねということで、そうですよね、武吉も人それぞれ、白打つかリャンピン打つか武吉の2択だったんですが、あ、トーンも良かったな、パワーピンで良かったよ。結果リャンピン打ってれば、いや、リャンピン残してればチートイテンパってる、武吉トン、イーマン、シロあたり持ってればよかったんじゃないかと、すでに公開気味です。こういう瞑想してるときはテンパイすら取れず上がれないことよくあると思います。上田さんのペン3ピンしっかりつも上がりとなっています。さあ、何曲一本バーなんちゃゲームです。武吉ラス親が回ってくるかどうかがかなり怪しくなってまいりました。ここなんとか粘っていきたいと思います。割れてるのが対面の方、武吉良いぞ、今のところ良いぞ、トップまで 44,300 点。これチーソーと急走ではまた違いますよね。ロースを引いた場合に3面受け残るとかね、そうやって引いてくるんかい。こうなったらトーン打ちましょう。リャンピン引くよし、パワーピン引くよし、大概こういう時違うところ引いてきそう。ちょっとね、パワーピン3枚見えからラスパワーピン引いてきたら激アツと思いましたが、イースウッピンリーチでも全然よし。捨て牌に7、8、9層出てますが、見なかったことにしてください。さあ、トップ上の親の方はシャア統一落としからのリーチ。ウーピン寒いなこれ、寒すぎる。5枚目のウーピン、リャンウーピン。黒太郎さん、チートは裏目がありますからねということで、そうですよね、裏目ったら辛いな、嫌だなと思いつつも、結構やってると裏目引いてしまうんですよね。さあ、裏は乗りませんでしたが、なんとかこれで親番迎えることができてます。武吉割れろ、よし、やることは一つ押します。トップまでは32,000点ということで、マンツもトップ、マンツもトップ。ただ手配は結構一打も間違えないなと思っていた矢先、9万1打目に切って2巡目に引いてます。こんなまだ3シャンテンで2パイ切ると早そうなタチャさんの手にね、テンパイ入れてしまいそうで嫌なんですが、いやー、分岐点か。
これ結局我慢できなくて泣かせてしまって、まだリアンシャン点なので上がれないと思っています。はい、結果ね、あそこで絞りきれなかった武器種の悪いところかなと思います。ということで上茶さん、遠目の方、同卓対局ありがとうございました。武器値本日トップラスぐらいしかないですね。大塚さん9万ぐらい切るよということで、ちょっと E9 万の比較でしたもんね。あ、比較じゃないか。武器値何切っても恨める可能性があると思ってるので、そういうのもあってね、比較的武器値 E9 万から切り出すこと多いんですけども、第一つもの E マンと EQ マン比較したときに、武器値必ず E マンから切るようにはしてるんですけども、恨めたときにね、理由が立てばいいなと思ってるんですが、今回 E マンは第一つもだったのでね、ちょっと引いてきたことに意味があると、そう言われたらあと嫌だなと思いまして、結果手の中に最初からあった9万から切って恨めです。ただ9万持ってたら上がれてたかというと、いずれにしても厳しそうでしたので、おとなしくしたいと思います。さあ続きまして、8半ちゃん目、ライブ配信中は10半ちゃん目となりますので、本当に何が起きてもこれが最後の半ちゃん、頑張っていきたいと思います。ラスラスで終わるのか、はたまたラス2着で終わるのか。いやー、あんまりテンパイ取りたくないな。ドラ受け考えるならリャンピンじゃなくてウーピン切りですよね。E ピン引いてきたときにスライドできる。もう問い面の方の切り出しパーピンがすごい気になって、感知層を取るか悩んだんですが、ここは取ってよかったと思いたいと思います。さあ、とにかく割れ目のなんちゃゲームです。ドラがリャンゾーとスーソーとなっています。エイデンさん本当にいいということで、ちょっと自分の中でせやかて駆動が勝手に起きないようにねしたいと思います。武器値5時置き、武器値5時置き、ちょっと入念にマインドコントロールしときたいと思います。そこを恨めるか。武器値ドリーマーなのでね、もうチート行き虫とかがちょっとできないんですよね。うん、リャンピンも良さげですけども、ブースを切っちゃいたいですよね。なぬ、何しとんねんこんなん。3ピンやめとけ、武器値よくたかるな。これ結局スッチスソーとか引いちゃうと3ピン缶の道なのでね、一生上がれなくなってしまいそうなんですが、黒太郎さんついつい夜更かししてしまうということで、武器値ついついやってしまうんですよね。カーン、いやー9万引いて嬉しかったけど、ローソー1枚枯れた。ちょっと親利きた場合はウーソー打てると思っておきたいんですが、一番嫌なのはスッチス、親利きてからスッチスソー入って上級ソー打たねばならなくなって刺さるというのがね、一番辛いとこなので、ウーソー打っちゃう。さあ順目も深いので、テンパイまで仮に行けたとしても上がれなさそう、そう思ってます。あ、パワーピン統一から打ってる、チートへ固定か。ステシーナさん、ご状況は早いですねということで、早いんですよね。早いので本日4半チャンで終わりますって最初スタートしたんですが、打つなら対面の方へ。え、ツモ版あります？ちょっと、あ、1回ある。ドリーマー？ドリーマー？ドリーマーリーチ？いや、リーチいらんやろ。いや、リーチや。え、これ積もったらドリーマーだな、本当に。はい。そんなに世の中甘くないけど、山におったろうそう。シーナーさんもね、夢あるよということで、武器チームはリーチとキャンセルボタン何回押したんでしょうね。普通に考えてリーチ打たない局面ですよ。残りいつも1回、出上がりしたところで別に打点ほぼ変わらない。
で、シーナさん倍言ってるということで、そうです、4半ちゃん予定がなんとこれ本日10半ちゃん目ということで、このレート60の割れ目卓打つ前にですね、実は2回レート20の割れ目卓も打ちまして、まあ、武吉の言うことなんてこんなもんとはまさにこのこと。え、これトンツモギリ弱いかな。この手牌からこれを打つ人はどれだけいるんでしょう。絶対こんなことしなさそう。そしてクロトロさん夢粉砕、そしてエデンさんそもそも3層で上がってる、それは言わない約束、せやかて駆動なんですよ、あそこの3層は無理。まずここで1枚切れのト白を打たずトーン打っていくシステム、つまりさあ5、6、7層要は官老層を持っておけばここで天牌は取れておりました。え、なんで白チュン声かからないんだろう、山にいそうだな。全部当たり。対面の方がリャンウーピンとかだったんですかね。シシーナーさんそこにあったろうそうということで、土田交渉プロのサブロック9層の筋統一とかね、そんなのを信じれていたらちょっと上がりしたかもしれないですけどもね、残念でございました。そして小粒さん D 速プチュンとしたら最高でしたねということで、ちょっとワンチャンそれを期待してしまったんですが、何回リーチボタンを押して何回キャンセルボタンを押したのかお恥ずかしい限りです。ステルイさんでは落ちます、明日頑張ってくださいということでありがとうございます。ウキチ明日5時に起きます。さあこの手牌泣いていっても若干遅いので、ドラスピン打っちゃいましょう。神茶さんがピンズに染めてそう、あ厳しい、しかも三元牌ギリリーチ割れてない、パッソーありだな、パッソーありだな。神田さんはパッソーを持ってないと勝手に思ってるんですけど、対面の方の情報わからないというパッソーだー、ただ流派が通るかもわかりませんのでね、両方当たる結界章、三元牌ギリリーチには三元牌危ないよってよく言うんですけど、結果どっちでも負けている。さあ気を取り直して親番まで回すよう頑張りたいと思います。何があっても最後の半チャンで飛び出すなのか、はたまたここから大逆転があるのか見どころです。かっこそう思いたいだけです。ランニ局トップまで72,300点差、こんなこと言うことありますかね、トップまで72,400点差。全然一発逆転に染めて狙うのもありだと思うんですがね、もう完全受け入れ枚数で見たんですけどどうなんだろう。三蔵ウースを引くもよし、そして黒太郎さん両方ともぶち当たりはきっつーということで、このテンパイもきっつー、ただ武吉に余裕はない、親の方に積もられた時点で飛びそうなので、待ってればスッチーピンテンパイは入ってたが、三蔵マテーラはリアンウッソーなってたが、親番回ってきたので OK です。大塚さん上初当たりかーということで難しいですよね、まあ、そしてカイザーさんこんばんは、ご視聴いただきありがとうございます。そして小粒さん三元牌リーチ理論当たりますねということで、そして大塚さん延長ですよねラスはということで、なぬこのままトップ取れずねラス引き続けて朝5時まで打ってたら面白いですよね、なぬラスは延長、4半チャン予定なのに10半チャン打ったけどラスの場合はなぬ、それはやばい、頑張ります。トップまで49,300点、対面の方の捨て牌激しそうなので2パイ打っちゃいましょう。
そしてグッチーさん、ありがとうございます。よかったです。三元杯リーチこの前玉戦で思い出して宝珠回避できましたよということで、ありがとうございます。結構ね、たまたまと言われればそれまでなんですが、結構ねいろいろ理論に基づいてもそういうことが多いような気がしております。あるよ一発逆転。あ、急走なかった、ミトラン急走あと1あると思ってた。これはいかん。上がれる気一瞬でしなくなった。フリテンリャンウッパーピンでええやん。ごめんって、リャンウッパーピン積もっとるって。終わった。ちょっと老僧噛んでシンドラ乗って生きっとった。生きりすぎや。あら、そしてエイデンさん、ラスカー玉戦までは延長ですよねということで、なんですと。そして小粒さん、それ昇格の時の延長ラッシュやないかいということで、あ、武吉の以前の延長ラッシュ覚えてくださりありがとうございます。ここでトップ取れば全てが大丈夫。よし頑張ろう。あるよ。急走枯れてリーチ打ったのは誰にもバレてない。ちょい待て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 。エビキチそういうのええねん。エデンさん上がれたしということで、まさかの上がれる。そして見てください、2、4、5巡つもぎり。これテンパルまで一生つもぎりしたいと思ってるんですけど、あるの？あったー。そして大塚さん上がれるんだということで、これ上がれたからこそのこれですね。そしてサドル回生さん、何これということで、小田さん夢ハイパイはって、黒田さんマジ、椎名さんあっという間に2着にということで、そしてふとちゃんさん、トップあるドリームあるからの何これ、ズルブ基地炸裂での終了となってます。こんなことあっていいんでしょうか、すいません。椎名さんまさか、そして1枚だけリャンゾー手出しリーチが今これね、武吉振ったらはってなりますよね。ちょっとただのハイパイゲーム、思わず無言になってしまいました。黒太郎さんナイスからのエイデンさん、エグすぎるということで、エグすぎ。小粒さん強いってことで、イーマン短期というかね、イーマン待ち時点で強いんですけどもね。そして大塚さんおめっとうということで、なんとか8ハンチャン打ちまして A 賞圏内まで帰ってくることできました。見てください、武吉1ハンチャン目から8ハンチャン目までトップとラスしかないということで、5ハンチャン目もしかしたら2着かもしれないんですが、なんというトップラスマージャンでしょう。なんとかレートも2400台まで回復。小粒さんも椎名さんもね来たーということで、ベアトリックスさんやば、サドル回収さんもやば、そして小粒さんしかも割れ、黒太郎さんすごいなーということで、本当にこれ武吉の実力関係ないです、運だけでしたね。そしてエイデンさんフラグへし折りということで、玉戦フラグとトップ取るか玉戦当たるまで続行フラグをなんとかへし折ることできました。武吉ちゃんと寝ていいようです。そして椎名さん大逆転ということで、ジェフトちゃんさん、あ、椎名さん大逆転からのフトちゃんさん、すげえドリームおめでとうございますということで、締めくくりにふさわしい上がりができたのではないでしょうか。内情はただのラッキーです。ハイパイ国士イーシャンテン、しかもわざとねつもぎりしていくのが逆に良かったかもしれないですよね。逆にあれリャンゾーで最後宣言杯で当たったら、武吉どんだけ下手ってすごい叩かれそうで怖かったんですけども、よかったと思います。ということで、ここまでご視聴いただいた皆様ありがとうございました。椎名さんも嵐のようなオラスでしたね、ありがとうございますということで、大塚さん寝てくださいということで、ありがとうございます。武吉寝ます、明日5時起き頑張ります。本日はチャットの中でコメントいただきましたエイデンさん、そしてゲルさん、フトちゃんさん、スミーマーさん、で鬼殺しさん、ルーニーさん、アシットさん、そして小粒さん、そしてハルさん、そしてサドル返してさん、そして名前漏れてる方いたら申し訳ありません、黒太郎さん、そしてちょ
っとね、何回もお名前呼んでたらごめんなさい。ふとちゃんさん、そして大塚さん、そしてルイ14世さん、グッチーさん、そしてベアトリックスさん、そしてレアンドショーさん、そしてシーナさん、武器師名前2回呼んだりね、漏れたりすることあります。カイザーさん、ありがとうございます。ということで武器師、本日はなんとか、プラス打つことができました。レートも回復してきましたので、なんとか昇格じゃなかった、降段しないように頑張りつつも、レートも少しずつ上げていけるよう頑張りたいと思います。そしてルナさん、お月地様でしたということでありがとうございます。そしてクラトロさんもお疲れ様でしたということでありがとうございます。サドル返してさん、ベアトリックスさん、グッチーさん、シーナさん、ありがとうございます。そして小粒さん、急走からのチーピンのみの上がりででかかったですねということで、普段上がれなさそうな手でね、上がれた時何かが次の曲に起きる、よくあるかもしれません。武吉もあの武吉が飛んでしまうからということで、雀荘でタチャさんが2回見逃しされた後にですね、武吉地方チャンスが次のハイパイで登ってきたりとですね、漫画あるあるだと思うんですが、ないはずの一曲の時は何かが起きるよということね、よく言われているような気がします。そしてエイダさん、お疲れ様でしたということでありがとうございます。シーナさん、また見てねということでありがとうございます。先に行ってくださいました、嬉しいです。ということで恒例の一言で締めたいと思います。武吉の MJ、 また見てね。武吉なんとかプラス打てました。4半チャン予定が10半チャン打ちました。ご視聴いただきありがとうございました。カイザーさん、お疲れ様でしたということでありがとうございます。また見てねー。